おはようございます。おはようございます。今日は火曜日ですね。ちょっと待ってね。おへ、あ、ただいまです。すいません、ちょっと。ちょっと後半になると、ちょっとうるさくなってくるかもしれないんで、いろいろとね、ちょっとまだ。皆さん、ちょっとその音を鳴るのだけ。あ、どこ行きましたか？ね、ほんまにどっか行ったよな。寒すぎる。もう朝も寒い、夜も寒い、昼あったかいみたいな。 でもたまにさ、お昼めっちゃ寒い時あるからさ。おはようございます。おはようございます。絶対27日から応募するね。おい、ありがとうございます。ルームスの方のやつですね。たもや、この時間は選挙やってないですね。そう、あとあれ、普通に外の音っていうか中の音。別にあれするほど、ミュートするほどではないけど。瀬田さん来ました。そう、瀬田さん決まったんですよ。ありがとうございます。皆さん、ね、来てね、来てください。待ってます。みんな、あれ、生誕 T シャツ、今年のね、生誕 T シャツ着て。ちょっとお願いします。なんか、結構新しいギフトが増えてますね。フルセットおめでとう、ありがとうございます。先輩の前でもこのぐらい来るなみたいな。あ、別に変わらんけどな。 そんなに。その9期の前でもこれやし、先輩さんの前でも別に変わらんし。
なんか野球のやつもあるしさ、風船もあるしさ、お菓子もあるね。風船とハロウィンって同じ？それも違うんかな。明後日は関東は雨です。おう、この前大阪もめっちゃ雨でした。土砂降り、びっくりした。土砂降りの明日か明日水曜日か。明日は誰が当選しますようにね。みんな当選してほしいけどね。でもそのモバイルとかそういう受付で落選が出たっていうあれを知ったら、ちょっとめっちゃ応募してくださってるんやって嬉しくもなるけどね。うん、でも当たるの、外れるのは悲しいよね。沼の人がそれはほんまに謎。そカジプでアミちゃんを締めにした。4位の時ダメだった、寝がかないよ。そう、あれめっちゃ最初の方に撮ったやつやないのだからほぼね、棒結構最初の方に収録したから、はい、NNB に入って野球なんかそういうスポーツウィークとかってことかな。あ、このあれか、風船ってあれか、スポーツの時になんか投げるやつのこと。なんかそのスポーツの時に風船持ってるイメージあるけど、それなんかな。この風船って何の風船かほんまに分からへんかったけど、野球のとハロウィンの役者でめちゃごちゃなってるおっ、11月8日開けといてっていうか、僕何時も上しかおほえみをおほえみをすごく使ってらっしゃいますね。はい、私の生誕祭でございます。風船野球やん。そうだよね。合ってた。何の風船だろうと思ったけど、そっちか。神戸ワタフェスタのダムスケジュール発表してて、待って、私たち知らない何時から、え、細かく発表されたってこと？細かく。その前までは2024の方のサイトにも一応 NNB ステージとショールームステージの開始時間のは載ってたんですよ。11月経てるのか、奈々ちゃん一緒やん。ほほえみみんな使いすぎ可愛いからいいけど、え、週末日曜日雨っぽいね。土曜日の夜だけ、日曜日雨もまあまあ嫌やな神戸や行くし、とりあえず有給休暇取ったので、あとは当選するのみ待ってます。ありがとう。そぎくん、ちょっと東京の千葉の前で行きにくい方ちょっと増えるかもしれないんですけど、
皆さんよろしくお願いします。神戸はね、でも雨じゃないくはなったよね。雨じゃなくなった。ちょっとだから予定が合わないねえ、悲しい、うんね、金曜日っていうね、嬉しいですね。まだ週末やから。ハロウィーン始まってるみたいだし、ゲストするなら、ハロウィーンも、あ、なんかあるんや、また今回。ね、ハロウィンイベ、ハロウィンギフトだけがポイントに入るみたいな。てかさ、そのショールームイベントさ、ランウェイのやつ、もともとは研究生の研究生があのイベント参加き参加権利があったじゃないですか。でもさ、その中の9期研究生はもう出る頃には研究生じゃなくなってしまったっていう、そう、研究生として参加してたのに、イベントには。まあいいか、まあいいよね。今年のセーター T シャツで自信があるときましたけど、出来栄えは 100% ではありません。はい、 100% です。ファッションステージ15時半、ライブステージ、間違えた、うん、17時、合ってた。なるほど、ありがとうございます。じゃあファーストアイピー、少し熱があるので午前中休みます。早見お大事に、午後も無理しすぎないでくださいね。皆さん、本人が来ましたよ、ほやみーの。みんないっぱい使ってらっしゃいますけど、やってんならよ。それでな、当日の後でもてんちゃんおるから晴れるって思ったけど、あきら先生も多分おんねんな。これちょっと微妙なラインよね、今ごっつんこしてる。10期生にどれだけそのあれが、晴れ女がいるかと強い雨女がおるかによっては変わっちゃう。当日は空いてるから多分配信すると思います。分からへん、なんかどっか行ってるかも。当日やし、誕生日やからさ、微妙だね。セブンには空き物だ多分な、あれスーパーとかにしか売ってないと思うねんな、そういうあれは。コンビニじゃなくてスーパー、みんな探してみてください。NB として、NB として紹介されるのかな。うん、先日の南原公園の日にあみちゃんへの誕生日プレゼントを預けてきたよ、ほえみ。おお、ありがとうございます。やったね、マスターお返ししますほえみ。急に二人も息つくっちゃった。琴音さん、あれ、そう、確かにちょっとわかるかも。
やっぱり晴れろお祈りしておくのか。皆さんでお祈りしましょう。お、459日ありがとうございます。皆さん世界に笑顔、ほほえみを広めましょう。ほほえみ、ちょっとほほえみちょっとなんかおもろい。アミちゃんがいたら雨だとしても晴れてるようなものです。女神なので、その女神が雨を降らせたらどうしましょう。アミちゃん雨女なんですよね、ちゃんと。あ、そろそろちょっと学校の準備がもろもろあるので終わりたいと思います。はい、あ、ハッピーラブ、ハッピーラブ&ピース教の教会の合言葉ほほえみになったらしい。ママ多分聞いてない。そう、劇場地くん行くときはほらやっぱやめやめ女なんや。だってこの前もな、大阪でめっちゃ雨降ったときな、最初そんなにザーではなかった。ただあやみが家出た瞬間ザーってなって、ほんでてんちゃんが家出た瞬間やんでんって。もうこんなんさ、はっきりしすぎやろって思っちゃった。こんな天気はっきりすることある？雨女晴れ女すぎてびっくりした。やっぱり分かりやすくてびっくりしちゃった。ほほえめないか。私は晴れに豆に見えます。いいじゃん、めっちゃいいじゃんそれ。プラマイゼロでも明らかに成分でメカそうなんよ。てんちゃんとアミがぶつかったらプラマイゼロで曇りになるかもしれんけど、そこにアキラ先生が拾えるから、もうアメゾウだよ。ゾウやばい、アメバーだよ。アメ女ハレ女で独占権やるか。あり。てんちゃんとアミで独占権やりたい今。てんちゃん今日は天気晴れやけど、あ、ちょちょ曇りやけど、あやみちゃんとてんちゃんがぶつかり合ってるから。そう、マジちかっぱの雷はほんまにびっくりした。晴れ雨はっきりしてよ。そう、そう、チカッパの時 は晴れ女のてんちゃんと雨女のアミリアが戦った結果曇りにはなったけど、そこにアキラ星座が来ることによって雷ドーンってなっちゃった。不思議ですね。ほんまに壇上を読みます。ちょっと時間が。あれのことに気づいた。よし。よし、行きます。13位マツくんさん、ありがとうございます。12位 K さん、ありがとうございます。11位デコモチビトさん、ありがとうございます。10位ムージョさん、ありがとうございます。9位高政さん、ありがとうございます。8位炭酸せんべいさん、ありがとうございます。7位なるさん、ありがとうございます。6位アルボ
アルボーランさんありがとうございます。4位マサノマシマシさんありがとうございます。3位黒豚さんありがとうございます。2位キビナンゴさんありがとうございます。そして1位はひーちゃんでした。ありがとうございます。ひーちゃんさんです。ありがとうございます。はい、ではありがとうございます。あ、変わった、急にアイコンにゃんにゃん。かわいい。にゃん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 。これ何、落とし穴？それともなんかカゴ？オッケーオッケー。シアナの絵文字ありますよね。あんま使わんけどかわいい。よし、今日の1位はひーちゃんさんでした。ありがとうございます。かわいく描けたよ。はい、ありがとうございました。ということでありがとうございました。皆さんいてということで、明日の配信もですね7時からとなっております。はい、ではまた明日もよろしくお願いします。ではありがとうございました。頑張りましょう。バイバイ。またね。バイバイ。